どうもショピです。今回も動画をご覧いただきありがとうございます。今日は引っ越しの最終パッキングですね、していきたいと思います。パッキングというか荷造りですね。今ここまで終わっているんですけども、こっちの服だったりキッチンのものを全然まだ入れていないので、はい、まずこっちから入れていきたいと思います。で、あとカーテンですね。カーテンのところもやってないですし、このカラーボックスの中はもう入れたまんま送ってもらいます。で、あとちょっとこの上にある書類は後で片付けます。このジューサーを入れたり、あとはカラーボックスのあのぶっ込みスペースの中にあるやつはもうそのまま運んでもらうので大丈夫 で、あとあれは外注さんに送ったりとか、いい感じですね。なのでまずはちょっとこっちから入れていきたいと思います。はい、でこちらはもう本当に何にもないです。はい、何もないです。こちらの、あ、そうですね、こういったところも外しましょう。こういったやつも外してしまいましょう。あとは他何もないです。いや、今回も段ボール何個で収まるのか楽しみですね。まだ正直実感ないですね、引っ越すっていう。はい、じゃあまあこれだけ作っておけばとりあえず大丈夫でしょうということで、はい、始めます。じゃあまずこっちの洋服たちですね、これをこうやってよっこらしょ。はい、こんな感じでいいかなみたいな、とりあえずここをぶっこんどけみたいな感じですね。で、あとここにもあるので、よいしょと、まあこれで洋服は全部ですね。これは閉じちゃいましょう。で次はよいしょ、こっちですね。このスペースも OK です。じゃあ閉まっちゃいましょう。OK です。で、こちらの税務書類もこれも、まあ、仕方なく持っていきます。よいしょ、はい、OK です。でもまだ見えているものがありますので、これらを段ボールに詰めていきたいと思います。ベルトなんですけど、あ、これはあれですね、大学生の時に多分上のあたりで1000円で買ってきたようなベルトで、もうこれはいいでしょうということで、これは捨てていきます。で、ここら辺のものは後で代行業者さんに送るので、このままで OK です。で、こっちが、この雑巾は最後まで使います。で、このまな板は手放していきます。で、歌丸師匠は最後に掃除で使っていくので使います。ちょっとこちらですね、こちらのプロテインシェーカーも、これもここで手放していきます。で、このスプーンもこちらで手放して、で、このスポンジもこれも手放していきます。で、この鍋もこちら、鍋どうしようかな、まあ、鍋もこちらで手放していきます。で、あとこれももう何年も使ったお皿ですね、これも、はい、手放していきます。で、この布巾も手放していきます。で、この2つですね、これは残します、向こうに持っていきます。高いものじゃないんですよ、全然1枚300円とかのやつなんですけど、こうやって統一するとすごくおしゃれでワクワクしますね。はい、じゃあこれ持っていきます。じゃあこんな感じでしょうかね。うん、いい感じで固定されました。よし、はい、 OK です。身だしなみスペースに入れておきます。よいしょ、調味料関係も持っていきます。とココナッツオイルも持っていきます。やっぱ物が少ないとこういうところってめちゃくちゃ楽ですね。はい、じゃあ行きましょう。あ、そうそう、あとカーテンですよね。で、この緑のカーテンに関してはもうここで手放していくので、この中のカーテンだけ持っていきます。で、これはちょっと外します。この緑のカーテン、東急ハンズで買ったんですけど、めちゃくちゃ調子良かったです。生地もしっかりしていて、なんか向こうに持ってったいぐらいですけど、でも向こうに持っていくとデザインがちょっと合わないんで、はい、これはちょっと手放していきます。はい、 OK。 わー、カーテン外しましたね。もう本当にいよいよ引っ越しって感じがワクワクしますね。
で、これはもう中に入れちゃいましょう。よし、なんかこれも棚に使えそうなので、これ持っていきましょう。そうで、あとこのクリップオンタイプのおしゃれなライト、これも持っていきましょう。そう、これが1個あるだけで部屋がだいぶおしゃれになるので、これは向こうに行ってもおしゃれアイテムとして活躍してくれたらいいですね。これが手放すものスペースなんですけども、ただですね、このスーツケースに持って運ぶものもあるので、よいしょよいしょと、よいしょ、じゃあここに入れていきましょう。こういう時に例えば身だしなみセットが必要だからって言って、さっと取ってで、こんな感じでポンと置くだけなので、なので部屋の中にいる時ももう身だしなみセットはまとめておくっていうのはすごくおすすめです。あとは向こうの物件に行く時に掃除をするので、これも入れておきます。まあ、一応こうやってパッキングしてるんですけど、引っ越し自体は明日なんですね。で、今日の夕方、その次の物件にもう鍵が受け取って入れるので、もう鍵入って、掃除だけはしちゃおうと思ってます。なのでスーツケースの中には向こうに行って掃除する用のセットも入れていかないといけないです。ということで、このクイックルワイパーたちとこの雑巾も入れていきます。あ、そっか、あと歌丸師匠ですね、これも入れていきましょう。机の上にあったものも全部ここに入れました。で、アキラちゃん育ちましたね、これ。ほんとによく育ってくれました。じゃあちょっと、じゃあこれはここに置いておきます。一応これ引っ越し業者の方に確認はして OK もらってるんで、それやるんですけども、こうやってガードを固めてガードを固めて運んでもらいます。はい、OK です。はい、ここの断捨離も完成しました。そうだ、チャリンコ忘れてました。そう、これがあったんですよ。まあ、時間にするとだいたい30分ぐらいでパッキングが終わりました。住民票を引っこ抜いたり、ここ掃除したりとかやりたいんですけど、でも次の仕事に行く必要があるので、今回はこの辺で終了しようと思います。僕は身軽になった人たちと世界中でオフ会するっていう、その後やりたいわけなので、なので基本的にこうスーツケース1個で移動できるようにはなりたいんです。なので、まあまだその物の量としては多いかなというふうに思うんですけども、まあそれはもっとですね、これからもどんどん厳選していって、2-in-1にしたりとか、もっとおしゃれな感じになってたりできたりかなというふうに思ってます。おしゃれで、機能的なアイテムで、もう本当に使ってて気持ちいいんですっていうようなアイテムで囲まれるように、またこれからも精進していきますので、ぜひこれからもご覧いただければ嬉しいです。はい、ということで今回はミニマリストのパッキング風景をお届けしました。今回も動画をご覧いただきありがとうございました。